せーの、未来大からお届け、足立人図鑑。わありがとうございます。ありがとうございます。足立区のキラリと輝く方を、学生が紹介する動画サイト足立人図鑑。私インタビュアーの東京未来大学3年の大久保慶吾と言います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして本日のゲストは、じゃじゃん、雑穀料理研究家の高橋千穂と申します。よろしくお願いいたします。雑穀料理研究家ですか？はい、そうです、はい。具体的になんかどんなことをお仕事にされてるのか、はい、そうですね、はい、雑穀を使ったお料理を、はい、まあ、ブログなどで皆さんにご提案したりとか、雑穀料理の教室で講師をやったりとか、はい、そういったことをしています。雑穀なんですね。そうですね、はい、雑穀です。今日はその雑穀のお話なんかを伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、高橋さんにはこの3つのキーワードでお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと待ってください。高橋さんの箸って、はい、見ました。お箸の箸なんですね。そうですね。ああ、でも料理と、はい、はい、そうですねお箸の使い方っていうのも、はい、教えたりしてるんですよね。そうですね、はい、箸教育講師という資格を持っておりまして、はい、まあね、箸の使い方とか、あと自分の手の長さに合ったお箸の選び方とか。どれも同じじゃないんですね。そうですね、あるんですよ。あと前箸作りの講座とかもやらせてもらってます。あ、素敵です。ありがとうございますちょっと自分の箸の使い方を考えてしまいましたはい、では早速お話伺っていきたいと思います、はい。1番目、雑穀ですか？はい、はい、では雑穀、はい、はい、雑穀って言われてあまり、うんうん、イメージが正直つかなかったり、はい、そうですか、はい、そうですね、はい、今結構白米に混ぜて炊いて食べてる方が増えてるかと思うんですけど、はい、やっぱり雑穀ってもともと白米よりも前から日本人が食べてきたもので、栄養価もすごく豊富なんですね、はい。で、大まかに分けると10種類ぐらいあるんですけど、うん、それぞれに味とか色とか香りとか栄養素とかも全部違うので、はい、それぞれのこの、まあ、特徴ですね、うん、を知ってもらって、はい、この毎日の食生活に雑穀旅行を行かせてもらえたらなって思ってます。なるほど。実は今日ですね、雑穀を高橋さん持ってきてくださってですね、はい、どれにしましょうか。そうですね、この辺のメジャーなもの、メジャーな、はい、こんな、そうですね、はい、こんな感じでいろんな種類があるんですよそうですね、はい、いろいろあります。もちきびですか？はい、もちきび、はい、はい、こちらはビタミン B1 っていうものが豊富でして、はい、はい、きびって黄色い実って書いてきびって書くんですけど、普段は黄色いつぶつぶした雑穀の代表になるんですけど、はい、ビタミン B1 が不足してしまうと、はい、せっかく取った炭水化物がこう効率よくエネルギー源にならなかったり、あと疲労がたまったりしてしまうので、はい、ビタミン B1 が不足すると脂肪と疲労がたまる、脂肪と疲労がたまるんです。聞いただけで恐ろしい。ダイエットの方とかですね、はい、特におすすめの雑穀ですね、もちきびは。なるほど、面白いですね。色とかすごい、うん、結構美味しそうですよね。なんか雑穀と聞くとすごく、なんですか、イメージ、勝手なイメージで、うん、食べにくいのかなとか思っちゃったんですけど、そんなことなさそうな気がしてくる。そうなんですよ。小粒のものですと本当にそのまま茹でて食べられるので。茹でて食べるんですか？はい、あ、そうですね、茹でたり、まあ、炊いてもいいんですけど、はい、はい、そうやって使いますね。あ、ご飯に混ぜるイメージしかなかったです。あ、そうですか、はい、確かにそれも一番メジャーな使い方なんですけど、例えば茹でてドレッシングに混ぜたりとか、特に高きびとかですね、こういったものがあるんですけど、これ、はい、肉の穀物っていうふうに呼ばれてまして、はい、ひき肉の代わりになったりもするので、ハンバーグの代わりにちょっと高きび入れちゃったりとか。すごいですね。そうなんです、いろいろな使い道もあるので、はい、雑穀奥が深いですね。奥が深いですえ、高橋さんはそんな雑穀にどんなふうにして出会われたんですか？はい、そうですね、私すごいもう元々食いしん坊で、そうなんですよ、はい、食べるの大好きで、はい、食べて健康になるっていう異食同源の考え方の食生活が何かないかなって思って、はい、最初マクロビオティックっていう、そのお肉とかを一切食べない玄米菜食を学び始めたんですけど、はい、お肉とか卵とか大好きなので、あ、自分にはこれは無理だ
思って、美味しいですもんね。そうなんですよで我慢したくないなって思って、それで雑穀っていうものに知り合ったんですね。こうダイエットとか健康のためだと皆さん何か抜いたり我慢したりマイナスの食生活になりがちなんですけどですよ、ね、雑穀の場合は白米に混ぜて炊いたりとか、さっき言ったみたいにおかずに混ぜたり、はい、プラスの食生活でより健康になれるので、もうこれは私に向いているなということで学び始めたのがきっかけですね。ちなみにその食いしん坊だったっていうのはどのくらい食いしん坊だったんですか？どのくらい食いしん坊だったかエピソード。そうですね、あの誕生日の時に、はい、あの姉がいるんですけど、はい、こうケーキが私用のケーキがあって、こう地方は小さいから食べられないよねって言ってお姉ちゃんがこう食べようとしたのを私がもう必死に食べて口の中を張ってそんな写真を撮られたとかとにかくあの食べてる写真が多いんですよ、小さい時から。みんないただきますしてないはずなのに、はい、私のだけなんか減ってる写真とかあったりするぐらいの食いしん坊でしたね。もう小さい時からなんですか？あ、そうですね、はい、もう食関係で何かやりたいっていうのはもう幼稚園の時からの夢で、あの幼稚園の卒園文集にも将来の夢は料理の先生になることですって書いてましたね。叶ったんですね。叶っちゃいましたね素敵です。ありがとうございます。その例えば料理の、はい、まあ、研究だったりとか、はい、雑穀を広めていくということをされていると思うんですけど、その中で一番、はい、何ですかね、やりがいとか、うん、こんな瞬間が幸せだなと思う時って、うん、そうですね、はい、やっぱり雑穀料理教室とかしていると、うん、やっぱりこうこんな使い方があったんだとか、こう例えばあの、まあ、冷え性の方にこういった冷えっていう雑穀をおすすめしてるんですけど、はい、体を温める作用があるので、はい、まあ、これを食べてるとあの、まあ、ちょっと冷え性が良くなったよとか、その名の通りなんですね。その名の通りのものとかやっぱりあるので、あとお通じですね、一番良くなったって言われますね。そういうふうにあの雑穀を食べることで体調が変わった、良くなったって言われる瞬間がやっぱり嬉しいですね。素敵です、はい、はい、それでは2つ目のキーワード伺ってまいります。はい、じゃじゃん、日本、ジャパンですか？そうですね、ジャパンですね。はい、はい、なんで日本がキーワードなんですか？そうですね、やっぱりこう見て分かると私今日着物を着て活動しておりまして。お似合いでございます。ありがとうございますあの日本の食文化っていうことをテーマに一応活動しております、はい、なんでその日本そうですよね、そのお着物も着られてたりとか、はい、日本っていうところにこだわったりとか、はい、少し意識するようになったきっかけといったものもあるんですか？はい、あ、そうですね、あの私昨年ちょうど1年ぐらい前にシンガポール、はい、初めて海外旅行に行ったんですけど、シンガポールだと、はい、あの多民族国家なので、はい、サリーを着てたりチャイナドレスを着てたりする人がたくさんいる中で、はい、私どうして着物着てないんだろうって思ってしまって。そうなんですよね、はい、あのやっぱりお箸の文化にしてもそういった着物文化にしても伝えるべき日本人が着れない使えない正しく知らないっていうことが原因で、きっと世界にあのまだまだ発信が足りないんじゃないかなって思ったので、はい、私はこう着物を着て日本の食文化を広めていきたいなってその時思ったんですよ。じゃあその前までってそんなに意識はしてなかったの？あ、そうですね、ずっと雑穀ばっかりで、はい、そのまあ、お箸とかあの日本茶とかには興味はあったんですけど、まあ、着物を着て本当に日本の食文化っていうものに特化しようとは考えてなかったですね。あ、そうなんですね。え、日本のその高橋さんの考える日本の良さみたいなところってどんなことを感じながらご活動されてるのかなと思って、うん、はい、そうですね、はい、やっぱり日本って独特な文化だと思うんですよね、はい、あのお箸も韓国とか中国の人もお箸って使うんですけど、うん、お食事の最初から最後までをお箸だけで食べれるのって日本人だけなんですよね。中国とか韓国だとレンゲとかあのスプーンがついてるんですけど、はい、ああそうですね、韓国でも銀の長いスプーンがあったりしますよね。でもお箸だけは日本人ですし、そのまあお箸の割り方一つにとってもこう日本の何でしょう、ね、他人を思いやる心っていうのが随所に表れていて、はい、そうなんですか？そうなんですよ。例えば割り箸も普通皆さんこう割る方が多いんですけど、はい、正しくはこう割らなきゃいけない。そうなんですよ。そうなんですよ。こんにちはみたいな。こう割らなきゃいけないんですよ。これもやっぱり隣の人にぶつからないようにとか、はい、とこう結構嫌い箸っていうその、はい、使っちゃいけないお箸のルールっていうのはあるんですけど、それも日本の器を傷つけないようにとか、こう相手をこう不快にさせないようにっていう、はい、かなり面倒くさいものとかもあるんですけど、そういったものもあるので、はい、そのやっぱり他人を思いやる心がそういった日本の文化を生んでるんだろうなって思いますね。結構その日本そのお箸の使い方とか、うん、あの何ですか、ご飯の食べ方もそうですよね、うん、そうですね、すごく
あのそんなに、まあ、母は厳しくは言わなかったですけど、うん、けどやっぱりなんかそなんでそんな右で持たなきゃいけないとかそうですね、いいじゃん箸一緒につついたって思っちゃいますけど、けどそれってなんでが上にあるんですよね。そうですね、そうなんですよ、それが思いやる気持ちだっていうのが。そうですね、ありますね。じゃあ日本ってやっぱ素敵な、素敵ですね、やっぱり昔からずっと続いてる伝統があるんですね。なるほどなるほど、はい、では3つ目のキーワードです。食育です。やっぱり今あのいろいろお仕事をいただく中で、はい、子ども向けの食育講座っていうのがかなり多くてですね、はい、あと春にあの、桜餅をみんなで作ったりとか、桜餅、ああ、はい、そうですね、そう活動もしてますね、はい、あその中で季節も感じてきますもんね。そうですね、うん、高橋さんのけどメインで本当に、うん、あの何ですか、もっとこう取り組んでいきたい対象というのは、はい、実はあそうですね、大人の方が実は、うん、あのメインの対象にしていきたいですね、はい、やっぱりそ の, あの特に対象にしたいのが20代から30代のまだ子供のいない大人をメインにやっていきたいなと思ってるんですけど、やっぱり食育って親が子供に家庭で伝えていくべきものだと思うので、やっぱり子供のいない大人が今のうちに勉強して、いざ子供ができた時にこう伝えていってほしいなって思いますね。やっぱり子供のあの人間の味覚って子供の6歳までですね、はい、で決まるっていうふうに言われているので、うん、お袋の味も6歳までに食べたもので決まってしまうので、うん、ファーストフードのものを6歳までに食べてた子供って、はい、大人になってもファーストフードが大好きだったりするので、うん、6歳までのその小さい時に大人がちゃんとしたこの食育をしてあげるべきだなって思いますね、はい、うん、やっぱりそのなんですかね、その食べてきたものでしたっていうのは、うん、そうですね、やっぱり味覚も、はい、あの決まるの で,、はい、であの私も雑穀を食べ始めてからなんですけど、大体2年ぐらいで人間の細胞って変わるって言われていて、はい、あのやっぱり味覚自分も変わったなって思いますね。そうなんですか、はい、あの人工甘味料とかがちょっと苦手になったりとか、はい、コンビニのお弁当がやっぱりちょっと苦手になったりとか、はい、やっぱ体にも少し変化を感じたりするんですね。そうですね、やっぱり舌も敏感になったりでしょうし、あと美味しいってあまり感じないとかありますね。あ、けど2年で変わるということは2年で変えられるっていうことですね。そうですね、そうですね、まだ全然間に合いません希望があるあ、そっか、やっぱりけどじゃあ食育は大切なことなんですよね。そうですね、うん、どんなことを実際にあの、うん、されてたりしますか、その食事で。そうですね、はい、あのまあ、去年年末にはあのおせちの正しい盛り付けの講座をやったりですとか、 あと2月にみんなで恵方巻きを食べようっていう、はい、あのパーティーをやって、はい、みんなでいろんな具材をでこう巻いて、はい、みんなで恵方を向いて黙々と食べるっていう、はい、イベントをやったりとか、はい、こう食べて学んで、はい、でちょっとコミュニケーションも取れてっていう感じの、ちょっと楽しめる感じで食育を学んでもらいたいなって思ってます。お勉強だけだとちょっと、そうですね、堅苦しいですから、やっぱりこう食べるっていうこと自体がやっぱりコミュニケーションの一つだと思うので、はい、食べて学んで友達もできてっていう感じのイベントにしてますね。参加者の方からの声とかどんな感じですか、うん、そうですね、やっぱり知らなかったとか楽しかったっていう声が多いんですけど、やっぱりこう知って食べると何か違う美味しさがあるっていうふうにも言われますね、はい、では最後に高橋さんにとっての足立区とはどんな場所かを伺いたいと思います。はい、じゃんじゃんちょっとかっこよく温故知新というふうな四字熟語にさせていただきました。かっこいい、はい、ありがとうございますそうですね、あの、はい、まだ足立区に引っ越してきて2年ぐらいなんですけど、はい、実際はあの周りからよく言われるのは治安が悪そうとか、うん、交通の便が悪そうとかってよく言われるんですけど、実際、うん、住んでみるとそんなことは全くなくて、そのあのかなり新しい建物も増えている一方で、古い商店街の街並みっていうものもあって、うん、はい、古民家のカフェ、あの改装したカフェとか、あと商店街の中にこう古くからある豆腐屋さんがあったりとか、そういう古い中でまた新しいものが生み出されていくっていう場所なのかなって思ったので、うん、はい、ちょっとかっこよく温故知新っていう風にさせていただきました。いや、そう考える、そう、面白い区でもあるんですね。そうですね、うんうん、なるほど。いや、ちょっとそういうまた視点で、足立区を僕も見ていきたいなと思います。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲストは、雑穀料理研究家の高橋千穂さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。